皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。石川県は22日、記録的豪雨で河川の氾濫や土砂災害が起きたのと、半島の山市町で道路が寸断され、集落計115か所が孤立状態となっていると明らかにした。県や県警、消防への同日までの取材で、6人の死亡が判明。行方不明者は2人。同日午前も激しい雨が降り 被害の全容把握は進んでいない。能登半島地震から復旧を進める中で再び大きな災害に見舞われ、遅れが懸念される。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。